おや、アンパンマンがパトロールから帰ってきたようだね。ジャムおじさん、ただいま。おかえり、アンパンマン。おかえりなさい、アンパンマン。あれ、ドキンちゃんじゃないか。パン工場に来るなんて珍しいね。また何かわがまま言ってんの？わがままなんか言ってないもん。ドキンちゃんはね、今日はジャムおじさんの誕生日でしょ。だから、おめでとう言いに来たの。へえ、ドキンちゃん、案外いいところあるじゃないか。案外じゃないもん、いっぱいいいところあるもん。ごめんごめん。あ、それでね、誕生日のお祝いに何かお手伝いをしてくれるって言うんだ。へえ、そりゃいいや。今日は悪いことしない日なんだね、ドキンちゃん。え、まあね。ねえ、アンパンマン、パトロールはどうだったの？うん、大した事件はなかったんだけど、どうも天丼マンが風邪をひいて寝ているらしいんだ。おや、まあかわいそうに。心配だね。ひどいのかしら。大したことないといいんだけどね。あ、それじゃどうだい、病気で元気のない天丼マンにおいしいパンと風邪薬を届けてあげるというのは。それはいい考えですね。賛成。ドキンちゃん、お手伝いをしておくれ。天丼マンのところにおいしいパンと薬を届けてほしいんだけど、いいね。はい。ねえねえねえ、バタコさん、ドキンちゃんで大丈夫かな。心配ないわ、アンパンマン。ドキンちゃん、まるで病気のおばあさんのところにごちそうを届ける赤ずきんちゃんみたいだね。赤ずきんちゃん、素敵。赤ずきんちゃんじゃなくて赤ドキンちゃんだ。私行ってきます。そうと決まったら美味しいパンを焼かなくちゃ。私は可愛い赤ドキンちゃん。素敵な素敵な赤ドキンちゃん。ねえ、じゃあおじさん、早く早く。はい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 、バタコさん行きましょう。急がなくちゃ。おとぎ話の赤ずきんちゃん大好きなんだもん。本当に大丈夫ですかね、アンパンマン。あの子はわがままでいたずらが大好きな子だけど、本当は心の優しい女の子なんだ。安心していいよ、大丈夫。そうですね、ジャムおじさんの言う通りですね、きっと。よし、それじゃあみんなで天丼マンのためにおいしいパンを作ろう。はい、ジャムおじさん、はいはい、今行きますよ。